小栗博8月24日帯は日本の銀行家、肥後銀行顧問。父が南満州鉄道に勤務していたため、満州国宝天市で生まれる。終戦により引き上げ者として帰国。その後父が国鉄に入社したこともあり、転勤のために本各地を転居して暮らした。東大法学部卒業後、当時預金残高日本一であった富士銀行に入校した。 同行時代においては、各店支店長を務め営業の第一線を歩んだほか、審査部門を長らく担当した。1998年、当時の稲垣誠一頭取が、富士銀出身だったことや、山本義郎富士銀頭取の勧めもあり、肥後銀行に入港。2001年、頭取に就任した。2013年には、会長を経て顧問退いた。 トップの菅顔熊本のトップ群像ヒゴ銀行、小栗広熊本経済 AB、地域と共に、ヒゴ銀行、小栗広東取りに聞くお客様との接点強化へ、風土改革と構造改革に取り組む、金融ジャーナル2007年1月号、会員家庭訪問の四熊本経済、同友会会放日本経済新聞1998年4月2日、人事、ヒゴ銀行、 日本経済新聞2013年5月10日。ありがとうございます。